何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。うん、黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです、柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかしあの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして常に一ひらを斧がしもべへと与えたのでございます。横島なる真白へ。ある日陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、斧が命をも顧みぬありさまでございました。無とせ前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、晩の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の柱は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう、手下どもは狂乱した頭を毒で死にそうといたしました。まずは胸をひとつき、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、柱と共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船で。こと切れる前に陸は柱の鎧を壱岐のいずこかへ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても。かつて陸の下で働いたが、手にかけたということか。止めねばならんかったゆえ。鎧は見つからぬままなのか。挑んだ者は陸の怨霊に残らず食われちまったようです。壱岐の猿は陸の眼と耳だという噂も立っとりますわ。では俺が今日を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ。あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては竹の筋を登って、あの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。
つて猛虎が霞むほど恐ろしい敵がいました。その伝承をお聞きくだされ。
カルセモ。猛虎には負けないと樹脂に伝えな。あの毒を飲む気も垂らされないからな。気味が悪い。みんなに何してるか知ってんだよ。Yamar negyum harbu. You mafka. Dosho. Chichi wa nan to iu ka. Yowaku natta no. OK, tak tady AIčko opravdu funguje. Tady AIčko opravdu zafungovalo, no. お主ミナトか。だったら何？伝承の鎧を探しておる。お主は陸の手下であったとか。し、やめな。聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になると陸の気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど、本当のことなんだ。あの猿どもは人を見張ってる。陸が眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜、北東の岸で船を止めた。そしたら海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海。十分ではないが調べてみよう。鎧のことは忘れな。あんたのためだ。
来たのか。この先は通れんな。火を灯せば何か手立てが見つかるやも。猿ども、何を手に持っている？火の矢が役に立つな。火を起こせ。
かの文だ。財宝の山、幾とせかけて集めた。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を、そして猿神様の神力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。
メシーであろう、勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。仲間が上を嘆いている。山が上を投げている。さて、外へ出るか。その鎧、下にお似合いですな。在りし日のリクを見ておるようだ。お前、伝承を聞かせるだけの男だと思っておったぞ。鎧をよこせ、楽に死なせてやる。長弁して、この後リクのむくろにかけてやるんだ。好きにしろ、だが鎧はやらん。侍ごときが。
の神力。たたりとなるか、頼りとなるか。焦るなよ。今落ちれば死ぬ。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。すべて幻、魔道、恐れるな。ここで初めて酒を飲んだ。酒が尽きた。お前が取ってこい。はい、父上。ジン、あまり離れるな。殿のご下司だ。足立殿、子守をするほど手すきなのですか。言うではないか。では大人と思って叱らねばな。まこと悟りお方よ。ネズミどもはなすすべなかった。考え事の最中だぞ。みんな、今日はよくやった。私からも礼を言いたい。父君のご尽力です。海賊は父君を人斬りと。実に殿にふさわしいの。私も見習わねばな。では、これにて失礼。酒を頼まれたのだ。ああ、ではこちらを。海賊どもの酒ですがね。お持ちください。
お持ちいたしました。よし、座れ。さあ、お前も飲め。老頭とは祝わないのですか？老頭との間には隔てを置かねばならん。なぜ？ひいきは好機を乱すからだ。父上のために戦ったのに。それが奴らの務め。問答は無用だ。わしと地頭殿もそうだ。お主の母とも同じことを語った。あれの言葉は助けとなったな。私も恋しく思います。千代は思いやりと知恵のある女であった。あれが死んだ時、わしの何かも死んだ。母上との思い出はこの笛だけです。聞かせてくれんか。さあ吹け。初めて父上に頼りとされた。初めて親子だと思えた。